南米選手権、コパ・アメリカは現地時間7月14日に米フロリダ州マイアミガーデンズで前回王者アルゼンチンとコロンビアの決勝戦が行われ、延長戦の末にアルゼンチンが1対0で勝利。連覇とともに単独最多16回目の優勝を飾った。だが、先発出場したアルゼンチン代表 FW リオネル・メッシは無念の負傷交代。ベンチに下がった際には大粒の涙を流し、 大号泣した前半に負傷した右足首はかなり腫れ上がっており海外ファンから衝撃の声が上がっている動画メッシ負傷の右足首が巨大化ひどく腫れ上がった衝撃の姿日本時間で午前9時のキックオフ予定だったゲームは当初は30分キックオフが遅れると発表されたが その後さらにキックオフ時刻が後ろ倒しとなり日本時間10時15分キックオフという約1時間15分遅れで開始チケットを持たずにスタジアムへ訪れたファンがゲートへ殺到したことの大混乱でコロンビアのユニフォームを着たファンがスタジアムの通気口から場内へ侵入する衝撃の映像も伝えられていた選手もイレギュラーな調整が強いられた中序盤は互いに堅いスタート その中でメッシは前半36分に突破した際に右足首を痛めた。ピッチで治療を受けた後、プレーを続けていたものの、悲劇は後半18分に起きた。左太もも裏を痛めて、手で顔を覆う。すぐさま交代が告げられ、ベンチへと下がった。ベンチに座ったメッシは両手を顔で覆い、大号泣。スパイクを投げつけ、溢れ出る涙を抑えられなかった。 無念の表情だったメッシだが、特に前半に負傷した右足首が大きく腫れ上がっており、米スポーツ専門テレビ局、FOX スポーツは公式 X で映像を公開。海外ファンは、足首が巨大化している、状態はよくないね。プレーを続けられなかった理由は簡単にわかる、ああ、腫れている、これは本当に痛いと衝撃を受けた様子だった。